ちゃ。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。はい、今日は第4戦、オーストラリアとの試合ですが。まあ、第1次ラウンド、うん、まあ、最終戦ね。はい、こちらは、オーストラリアと日本は同率で、今は、試合前は1位でしたか？まあまあ、ほぼほぼね、うん、日本が行くだろうという、うん、まあ、これが1位で行くのか2位で行くのかというね、うん、まあ、勝てばもう1位決まりということで、負ければ2位だったということ、まあ、それもわからない、得失点差であ あるからね、はいはい、全勝で1位通過というね。そうですね、はい、でいよいよ決勝ラウンドへと、はい、スコアをまずさっと見ますと、はい、まあ、7対1で日本が勝ったということで、まあ、序盤に勝負を決めたということなんだけども、はい、まあ、今日のスタメンからね、うん、ちょっと見ていきましょう。はい、はい、こうなりました。はい、ね、これ昨日と変わったところというと、まあ、岡本が入ったという、はい、まあ、山田が6番に入って山川が7番だったんだけど昨日、はい、まあ、岡本をまたファーストに使い、うん、まあ、山田を7番で使ったという、はい、でキャッチャーも中村にしたというね、はい、はい、もうその上位はほぼもう変わらない感じで、まあ、固定みたいな感じになってきたな。そうですね、もうその後がちょっと変わってますかね、うん、そうだね、はい、で中野頑張れと、うん、昨日一つエラーあったけどもフォアボールでよくつないでたよ、うん、一生懸命ね、うん、でまあいろいろ言う人はいるかもわからないけども、うん、まあ今頼りになるのは中野しかいないから、はい、ね、頑張ってほしいと思います。はい、はい、というようなオーダーで、はい、はい、はい、ではスタートしました。でね、初めての、第一次ラウンド先行で始まるんだよね、うん、だからもう最初からもいけみたいな感じだったら3対3点2点って取ってくれて、うんうん、まあ、非常に頼もしかったけどね、打線は先行ならこういった形をね目指してやってますからね、まあ、そうだね、それが実ってっていうようなスタートですね、はい、はい、ということで、はい、こうなりました。はい、ね、まず、はい、今日先発は山本投手でしたから、うん、はい、そこの今日は5名投手が投げました。まあ、山本、うん、まあ、大胆かつ最新にという、はい、というのまあもう隙がないね、うん、8奪三振取って、はい、まあ、投げ終わったんだけども、うん、まあ点が取られる雰囲気は全くなくね、うん、完璧に、ただ最新ばっかりじゃなくて大胆にね、うん、攻め込んでいったりとかもしてたね、はい、はい、だからまあやっぱりこう日本でいる中のやっぱエースだなっていうような感じがしましたよ。はい、で、はい、高橋奎二、うん、ね、自在、高橋奎二って力でバンバン押して、うん、まあ、少々甘いボールでも弾き返すというね、はい、弾き飛ばすというバットをね、うん、まあ、そんな投球を普段は見せるんだけども、はい、今日はもう本当にコントロールが自在だった、うん、ボールを操ってるっていうような感じがしたよね、はい、だからそういう意味ではもう本当にいい仕上がりになったなっていうね、うん、感じがした。はい、で大勢、うん、なんか2年目とは思えないぐらいの、まあ、昨年のやっぱ経験がね素晴らしく生きてるのかなと思うぐらい、うん、すごく冷静だったんだよね、うん、で先頭打者いきなりよく言うじゃない、変わりっぱな、やっぱ気をつけなきゃいけないっていうことでいきなりヒット打たれたんだよね、はい、でどうやって攻めるかなと思ったら、うん、まあ、中村もうまかったんだけど、はい、やっぱ外のフォークを引っ掛けさせてピッチャーゴロ、うん、そしてゲッツー、うん、そのセカンドスローも結構やっぱこう冷静じゃないと暴投投げたりだとかしそうなんだけども、うん、非常に冷静にね中野に投球し送球して、うん、ゲッツーを取ったという、だから非常にまあ、落ち着いてるなと思ったね。はい、で、湯浅、はい、今日はね、まあ、点差があったから、うん、結構試してたんだとも思うんだけど、はい、やっぱフォークが抜けるケースが非常に多くてね、うん、カウントを悪くするところが非常に目立ったんだよね、はい、だからこのまあサインに首を振り、うん、フォークを投げたりだとか、はい、いろいろしてたんだけど、うん、ちょっと抜け球が気になって高めに浮くとやっぱ決勝ラウンドに行くぐらいの
チームだと逃してくれなくなるから、だからそこら辺はちょっと気をつけなきゃいけないなっていうのがね、はい、まあ、今日点差があったから、うん、おそらく試した節もあるんだけどもね、はい、で、はい、高橋宏斗、はい、いい薬、いきなりホームランを打たれたんだよ、うん、そうでしたね、あのその後は完璧だったんだけど、うん、やっぱこうそのマウンドに上がった第一打者、これはやっぱりちょっと気をつけてほしいなって思うよね、うん、うん、でまあ打たれることもあるよやっぱり、はい、なんか打たれない人なんか絶対いないわけだから、ただやっぱこう用心をしてもう少しこう、うん、最初から行くぞじゃなくて最初の一人目っていうのはやっぱり少し用心した方がまあいいかもなっていうような感じがしたよね、はい、うん、だから今日のホームランが、いい薬になったかなっていうね、だからそういう避けれるところは避けるという、ね、はい、まあ点差があったから、ね、まあまあこれはもう仕方ないんだけども、逆に言うともうこの点差でこの試合のこのタイミングでのホームランで良かったというふうな、まあもちろんそうだよ ね、うん、はい、だからまあ一本打たれてもっていう高橋宏斗も頭の中にはあったと思うんだけどもね、うん、はい、で相対的に見てこの4戦を見てやっぱり頼もしい投手陣、うん、やっぱね出てくるピッチャー出てくるピッチャーやっぱこうそれなりの力を見せてくれたね、うん、だから非常に頼もしく見えたし、うんうんうん、松井も間に合ったかなっていうようなね、一番心配だったのは松井なんだけど、はい、松井もねちょっと楽なところで、まあ、栗山監督もね少し起用してなんか感じをつかめたんじゃないかなっていうのも気がするし、うんうんうん、だからこっからはそんなに投手陣っていうのはいらなくなるからね、球数もちょっと投げても良くなるし、はい、球数制限が伸びるから、はい、だからそんなにピッチャーはいらないけども、本当65球ってあっという間ですもんね、まあ、あっという間ってもっと見てみたいとかね、うん、いやこのまま引っ張ったらずっと完封しちゃうよみたいな、うん、まあ、ピッチャーばっかりなんで、はい、だから本当にあの投手陣は頼もしかったなっていうようなね、うん、まあ、そんな感じがしました、はい、はい、それで今日先行だっつったよね、うん、で1打席目のヌートバー、うん、7球投げさせるんだよね、はい、これあの上の方に書いてあるというか色で青色で書いてあるのは、はい、今まで通り良かった点をピックアップしていて、そうそうそう、まあ、それに関してのつながりがちょっとあるんですよね、はいはい、でヌートバーの1打席目、うん、ね、7球投げさせてフォアボールなんだよ、はい、で味方にボールを見せるって書いてあるけども、うん、はい、やっぱりこの初めて当たるピッチャーってどんな攻めをしてきたりだとか、どんな球を主体に投げてくるのか、それはもちろんそのデータも持ってるとは思うけども、やっぱり実際試合が始まると分かんないわけだよね。で日本のこの左の打線の並びからするとやっぱり先発ピッチャー左を持ってきたいよね、各国。そうですよね。その中でヌートバーがこの攻められ方、ヌートバーをどうやって攻めてくるのか、自分を、それをじっくりボールを見ながらフォアボールを取ってくれた、うん、その中に大きなカーブというのが非常に主体だったんだよね。このボールを見せたおかげで大谷が先制スリーランにつながるという、うん、だから大谷は2球大きなカーブで攻められたんだよね、うん、で1球目はボール、それも振りに行ってるんだよ、うん、だからヌートバーをよく見てるんだよね大谷は。で次の甘い、空振りしたからね、うん、甘いカーブ、まあ甘くなっちゃったんだろうけど、うん、それを逃さず WBC 初のホームランにつながったという、なんかこう見ていって大谷選手を見てるとすぐホームランだなっていうのが分かったんですけど、うん、まあね、もういやすごいよ、自分の看板に当てるんだから。そうですよ、そんなことある、ね、まず自分の看板がある WBC の試合っていうのもすごいですけど、すごいよな、はい、そこに当たりますかね、ぶち当てるというね、はい、だけどやっぱり飛距離も半端ないし、この、打球速度が173キロ、いやもうなんかずっと飛び抜けてますね。そうで140メートルのホームランというね、うん、まあやっぱり飛距離はもう全く違うね、人とね、打球の速さ、速さをね、うん、だからまあこういうなんかね、やっぱこうつながりで
点を取ったというね、うん、スリーランにつなげたという。その前の近藤も、はい、うん、ツーナッシングからやっぱ同じような攻められ方してたんだよね、うんうん、まあ、ポンポンと追い込まれて3球目をライト前に打つわけだけども、やっぱ大谷にいい形でつなげてるよね。これはもう1番2番、まあ、試合始まってすぐの1番2番の攻められ方と大谷選手は全然違ってくるっていう可能性もなくはないんですか？なくはないけど、やっぱりどういう立ち上がりだから、うん、どういう主体のボールを使ってくるのかっていうのは、うん、やっぱこうありますか？あるね、うん、それをヌートバーがじっくりいくことによって見せてあげたという、全選手に。で、大谷がそれをホームランしたというね、うん、やっぱ打線っていうのはやっぱこうつながりを持ってる、うん、その中で相手がどういうふうに攻められるか、うん、ましてやその同じ左バッターがヌートバーと近藤ってつながるわけだから、うん、だからそんな刺して変わらない、うんうん、そういうのを逃さなかったね。やっぱさすがだね、大谷っていうのはね、うん、そう考えると1番2番そして3番っていうこの役割がきっちりランナーで出て出てね、返す人が返すというね、はい、で状況に応じた攻撃というのは、うん、2回に中野が先頭打者で、はい、レフト前ヒットで出るんだよね、うん、で次の中村送りバントの構えをしてるんだけども、はい、ツーボールから中野がスタートしたんだよね、うん、盗塁を仕掛けた、はい、というのはやっぱバントの構えを見てあんまりクイックを使わなかったんだよね、多分。まあ、クイックができるピッチャーなんだろうけども、はい、やっぱバントしてくるなって日本のそのデータの中で接戦だったりだとか、うん、点を取りたい時っていうのはバントで送ってくるとか、下位打線は特にバントが多いよっていうデータもあったんだろうと思うんだけど、はい、やっぱクイックタイムが 1.3 以上かかってるんで、うんうん、長野がスタートして成功した、はい、でノーアウトランナーセカンドに行った後に中村がきっちり送るんだよ、うん、ね、でやっぱりランナーサードとランナーセカンドではヌートバーに回ったんだけど、やっぱランナーサードの方が外野フライでいいという割と楽な気持ちで立てるんだよね、うん、はい、でその中でヌートバーがセンター前を打ったね、はい、でまたヌートバーが盗塁を仕掛ける、うん、で近藤が返すという、こういった盗塁っていうのはもうやっぱ走者の判断、いやいやこれはサインサインではなくサイン、うん、ということはもうそのサインが出てるから走るという、そうそうそう、うん、まあ昨日の大谷の三投っていうのは、はい、あれは個人の判断だったと思うよ。そうなんです、なんかそのあたりがどうなんだろうっていうふうに思って、うん、まあでもね、うん、やっぱりやってグラウンドにやってて隙を見つけるのは選手たちだし、うんうん、選手がより以上に感じると思うんだよね、うん、ベンチも感じてるとは思うんだけど、うん、果たしていい出して失敗したらとか、でもランナーっていや絶対成功するっていう自信のもとで走るからね、はい、だから選手の方がそれを自由に与えてると、うん、やっぱいいと思うよね、うん、3投なんか特にね、うん、だから大谷の昨日の3投なんかは個人の判断だったと思うし、うん、だから非常にいい走塁だったよね、うん、だから今日の2つの盗塁っていうのはおそらくサインだと思うけども、うんうんうん、非常にいいタイミングでね、うん、まあ走らせたなっていうような、なるほど、まあ、感じがした。だから日本らしい攻撃、うん、だから攻撃の形も下位打線で足を使って上位に回してくると、うん、やっぱ得点力っていうのはさらに上がるというね、うんうん、だから見事な攻撃だったね2回はね、はい、はい、で野手、うん、ボールの見極めと疲れ、はい、これはちょっと赤文字なのでね、うん、良いことではない、ちょっとね、うん、やっぱねこういう試合を4連戦やると、うん、やっぱ相当疲れがたまるね、もうそうでなくても日の丸背負っていて、うん、精神的な重圧などは、うん、あるあるありますもんね、うん、で人の目もあるしね、うん、でその中でやっぱり今日数人の疲れを感じた、はい、だからこれはゆっくり休んでね、まあ、吉田正尚とかも、うん、やっぱこう出ずっぱりだしね、まあ、移動もありましたしね、移動もあったしね、うん、だから本当にあの決勝ラウンドに行く前っていうか日にちまでに疲れを取ってほしいよね、うん、はい、でボールの見極め、はい、山田がやっぱ2三振したんだよね、はい、見逃しの三振、はい、で村上もそうなんだけど、はい、まあ、今日1本ヒットは出たけどもね、うん、やっぱここら辺がねやっぱ国際審判員のストライクゾーンと自分が持ってるストライクゾーンが合わないんだよね、
それはなんとなく感じますよね。感じるよね。見ていても、うん、あれこれをあの三振になるっていうことではなくても、うん、あれこれはストライク、これはボールみたいな感覚が打者じゃなくてもあったりするので、うん、いやだから日本の野球にさ、うん、精通してる人って、え、今のストライクっていう人がたくさんいると思うんだけども、ね、でも審判が手を挙げちゃったらさ、もうどうしようもないからさ、だからそういう意味では多少ストライクゾーンを広げるっていうことも、うん、まあ、大事だし、うん、やっぱ早めの勝負をしていかないと、これからやっぱ決勝ラウンドに行った時にさらにいいピッチャーとかが出てくるんでね、うん、だからここら辺のその対応というかボールの見極め、うん、これも大切なんだけども、やっぱ振りにかかるっていうことが大事だよね、うん、だからストライクゾーンを本当に少し1個分ぐらい広げて対応しとかないと、やっぱ見逃しの三振だとか、うん、で第1ラウンドでものすごく良かったのはフォアボールをたくさん取れたという、うん、だからみんなやっぱり優秀なバッターってボール球を振らないんだよね、はい、うん、だからそのものすごくフォアボールを取って、うん、これをこうチャンスにしていったんだけどもさ、はい、まあどん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 そういうボール、フォアボールも減っていくだろうし、うん、はい、だからこれからやっぱこう振りにかかるということね、うん、まあ、それを念頭にしといてほしいなっていうふうに、念頭に置いておいてほしいなというふうに思いますよ、うん、今日もね、はい、ヒットの数でいうと10安打なので、10安打で7得点っていうと、やっぱりそういったね、はい、フォアボールなど多かったですから、そうそう、うん、あの絡んでるよね、うん、だからそういう意味ではフォアボールっていうのは貴重なんだけども、はい、あの日本人のね選球眼というのはものすごく優れてるんだけども、うん、やっぱ国際審判員ということでいけば、やっぱそのストライクゾーンっていうのは少しこうに自分が持ってるストライクゾーンよりは広いっていうことをね、うん、もう一度確認をし、やっぱこう初球から振りにかかるというね、まあそういう気持ちで打者はやってほしいなっていうふうに思います。そういった見極めができてる選手もいる、いる、うん、それに対応してる選手もいる。うーん、じゃあそういったことも少し話したりしてもいいんですか、選手間で。まあ全然いいと思うよ、ね、うん、全然いいと思う。ことも、ね、ただね、身についてるものってね、なかなか ね壁を破れないんだよね。そのだって要するに条件反射みたいな感じになってるんですよね。まあ、そう、だからポッと見逃した時に、あ、ボールって判断した時にはもうバット振れないからね。でまただっていう風に感じるっていう風なことですよね、うん、そうだね、うん、だから普段より打席の位置を変えてみたりだとか、うん、まあ、そういう工夫も大切かなっていう風にこれからは思うね、うん、なるほど。まあとりあえず、まあ、予定通りあの1位通過で突破しましたね。はい、まあ、次からも楽しみなんだけども、うん、まあグループ A はもう大変なことになってるから、うん、全チームが2勝2敗で並んでるんじゃないかっていうのはね、うん、まあ、そういう状況になってるし、まあ、どこと当たるのか、この動画の時には、まあ、ちょっとまだわからないけど、はい、まあまあアメリカに行くことはちょっと信じてますので、はい、ね、頑張ってください。はい、はい。